か。はいどうも、はいどうも、全力絶叫 YouTuber ビーモリです。ということで後半戦開始、引き続きね戦う顔をしていきましょうということで、今ね NHK で本日オリックスの試合があるんですけども、その NHK の前のね、オリックスの前の番組、サッカー日本代表、女子日本代表ワールドカップザンビア戦でございます。まずはねこの日本代表にあと試合終了もうあと3分、もうロスタイムか。4分ぐらいやけど。4-0 で勝っとるけど。全身全霊でエールを送っていきましょう。うおー！バモ日本！日本！日本！バモ日本！おい！おい！おい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 おー！バモ日本！日本！日本！バモ日本！おい！おい！おい！おー！あ、こんにちは。あ、どうもどうもどうも。あ、どうも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 。めちゃめちゃ上まで聞こえてた。マジですか。お邪魔します。10年前のテンション低くて。どうもどうも。いや、ちょっとサッカーの応援を。いや、テンション上げてってください。めっちゃテンション上げてください。ゴールデンウィーク来た時なんて、帰ろうとしたら、あの、まさたかの動画撮ってるじゃないですか。ベトさんのあれでめっちゃ響いてます。そうそう、たまにね、たまに撮ってるから。どこでもいいですか、そうだね。どこでもいいですよ。日ハム戦なんで。日ハム戦になるとき。10連敗です。このままサッカー見ててもいいっすよ。もう終わりますよ、もう。コロナに感染、自宅待機外出。やっぱコロナ流行ってんだな。さあ、あと試合終了まであと2分。勝ちやろ、勝ち確やろ、もう 4-0 であと3分ってもむしろ7分もいらない7分てか5分からやから若干試合開始遅れる、その試合始まってからちょっと中継遅れるよな。そう、さあ日本5点目を目指して、おいけ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 、おー惜しいな、やばい、選手一人もわからん、女子サッカー一人ももう差はおらんの、差は差はおらんの、ハムは11連敗、ソフトバンク10連敗、巨人は6連敗、あれ巨人もそんな連敗してるんや、もうねえ読売倒せ言うてるけどすでに倒されとるからね、すでに倒れとるからね、読売オールスターでもう散々読売倒すの連呼やったけど、あそこでパリーグファンの応援席だったんですか。あそこはね一応レフト側だからパリーグの応援席なんですけど、いやバッフェになるとあれはあれで良かったのかっていう疑問。いやでもねオールスター関係ないですよ、もうこれ PK だ、え PK だ、レッドカード、それキーパーがキーパーレッドの、おーい残り1分でレッドカード出そう、今キーパーレッドの PK じゃないか、さらに、え？キーパー、いやキーパーはキーパーで変わるけどって感じじゃない、その他のフィールドが減るってだけじゃん、もう試合始まったんじゃない、もう今投球練習してます、今投球練習してる、はいはい、小木田が投球練習してる、あ、そうか、今日先発小木田か、そうっす、チャンスですよ、ブルペンで広見たい小木田っすよ、もう10連敗してる時点でチャンスもう好きにしてくださいよって感じでも我々としてはコットンが8月12日、8月12日は空いてないよ、空いてないですよ、うん、いや
もうなんか役ありって思わせといて1点差負け何連敗しよう。なんかやる7。あ、プロ野球102チャンネルでしょ。あ、プロ野球別のチャンネルやっとるわ。別にサッカー見る必要なかったんや。サッカー見る必要なかった。オッケーオッケー。多分日本はもう1点入ります。さあバッター磯畑。なんで日ハムこんな負けてるんですか。普通に選手見たらなんかね、なんでこんな負けてるか不思議なんですけど。ね、普通にオールスターでもね、大活躍してみんな。でその明けぐらいにめっちゃ投票会が、めちゃもう強いみたいな煽りしまう人に怒られるから。さあ磯畑。ボール。おいそばた駆け抜けるぜ、きらめくない。え、おー三振。ワンアウト。オールスターでギータがネタにしてるの面白かったもん。勝ちたいんで9連敗してるんで。なぜソフトバンクの日ハムはあの戦力であんな負けるのか。柳田と近藤があんだけ打ちまくってなぜ負けるのか。全部ナイターっすって今日は。松郷。さあ松郷もオールスターでヒット打っとるよ。オリに天敵多すぎる。松郷めっちゃ打ちますよね。ね、前のカーズの時軍事でしょ。軍事ほんま。え、軍事今日おらん。下位打線に入ってます。下位打線か。軍事ほんま。ボール、ツーボール、ワンストライク。いや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 。このカードは先発誰なのやろ。ヒロミ、加藤はないからな。噂はもうオールスターじゃないか。明日がポンセみたいな。ポンセか。ポンセ久しぶりだな。復帰登板みたいな。久しぶりにポンセの名前聞いた。オールスター出すぎない。なんでこんなだから、それはあの中島が上沢と加藤をこのカードで投げやすないための。松郷はセカンドゴロ。でも気遣って打ち合いじゃないですか。マンキーが平太に2に裏に立つじゃないですか。あ、確かにね。じゃあ俊平だって月曜日に投げたから。そう、中1に中2日か、あれ。で、紅林君が助かる。いや、オールスター楽しかったな。オール大好き。これが3番目。もう清宮か。一瞬誰か思ったわ。痩せすぎやろ清宮。おお、これは当たってない。
オッケーオッケー、2ボールワンストライク。喉の調子大丈夫ですか？だいぶ治りました。福岡のウェルビー福岡っていうカプセルホテルで泊まったら乾燥しすぎて起きたら喉めっちゃ痛なってた。次の日オールスターやな。あー、スリーボール。ちょっとボール先行よ。パリーグ TV 調子悪くてこちらに来ました。あ、いらっしゃい。ボール、スリーツー。読み合うて描き出す思いは遥か高く北へ視界なで読み合うて。あ、ハボール。さあ、マンチュー、マンナミ中世、モレル君、標準語の人になってきましたね。いや、それほんまに言われるのちょっと悔しいよね。関西が抜けてるっていうのは。来週も飛行機取ったから福岡、名古屋へキャバクラ旅行ですか？行かねえわ。いかんわ。中洲、錦の旅せえへんわ。六本木中洲飛びた錦っつってね、いかんわ。さあ、万波中世、オールスター関東賞。シガー丸ボルさん、ありがとうございます。こんばんは。昨日ファームでユニオンを忘れ、背番号100の打撃投手ユニオンで登板した村西に一言。村西が昨日ファームでユニフォーム忘れて打撃投手の人のユニフォーム借りて登板したらしい。村西さん、そういうところ、そういうところやで。村西さん、マジでお前変わらんかったな。ああ、いやいや、ショートゴロ、ショートゴロ。おーおーおー、何してんの。おーおー、あぶねえ、あぶねえ。ただのショートゴロよ。スリーアウトチェンジ。危ない危ない。あ、うまいうまいうまい。2日で500万稼いだマンチュー。あ、そっか。いや、確かにマンチューからして500万でかいな。ペータもありがたいですよ。それはシュンペータも100万でしょ。シュンペータもだいぶでかい。シュンペータって年俸1000万ないんちゃいます？ですもんね。だって別にデビューしてない。そうそう、1000万ないでしょ。爆上がりしたわけです。うわ、それで100万は、これはちょっとね、名古屋の夜先輩に教えてもらってんじゃないの。100万で YouTube で先輩たちが圧かけます。ヨシブがなんか買ってとか言ってたよ。ラオが飯をもれやる。ハメ外してんじゃないの。ヒロミ、モレルさん、バンタン線沿いで生活された頃を思い出してください。小2までやからな、言うてな。全然覚えてへん。シュンペーターは大谷翔平みたいにクソ真面目らしいから、それはなさそう。確かにシュンペーターは絶対真面目。塩パスタ食ってそう。塩パスタ食ってそうやな、シュンペーター。酢じゃないですか。大谷の主食塩パスタやから。そうなの。うん、味しないで。さあ、中川、
ストライク。ケイタ。ああ、セカンドゴロ。うわ、イレギュラーしたけど。セカンドしっかり取った。え、セカンド上川畑？山田春香がショート。おー、山田春香。山田さん。いろいろね、家庭の事情大変そうですけど。日ハムのね、怖いお客様が。キボショ。ああ、これもセカンドゴロ。サクッといくね。ツーアウト。トゥルトゥルルル。山田最近好調、3割超えてる。あ、そうだそうだ、他のテレビつけた。サベニークルベーシー。うん、2球ストライク。でも伊藤大海そんな苦手じゃないですよね、オリックスね。そんで一応一回ボコしますね。まあまあ、あのまだ魂が抜けた時期とはいえ、伊藤大海。伊藤大海は良し悪しがはっきりしているから。これはライトフライ。ライトフライ、スリーアクション。森友いないからこっち。森友が暴れたんですよね、確かあの時。そうそう、まあ1ヶ月ぐらいかもしれない。バッティング練習始めたらしいんで、もう戻って近々だとは思う。森友問題。持ってたより早そうっすよね。そうっすね。まあ森友のことやから。その会員制電力が森以上に打撃上げていったら。あれは掘り出しもやな。よかったっすね、あの対面に喜んでたセデージの方も。いや本当にあれマジで気まずかった。マジでオリックスファン一人しかいなかったから、あの時クソ気まずかった。だって打たれたっけ、リアクションもなかったっすもんね、ソフトバンク。うん、もうあぜんよ、あぜん。普通やられたくらいにリアクションするのかと思った。9連敗だからな。でも福岡なんですね。あ、そっか、今日松田やから中日戦やってないんや。あ、どうしよう。そうですね、ダゾンやってないから。どこにしよう。J スポーツしかない。じゃあこれだな。今日も試合展開早い気がするけど、5回までに暗くなるか。5回に花火やけど、この前ね、試合早すぎて花火の時まだ明るかったからね。今日もちゃんと暗い時間にやってほしいけどね。さあ、ありえる。ボール。これ消えないんですよね。え、ダメなの？リモコンの青ボタン5秒押しても消えない。あ、ちょっと押しましょうか。リモコンの青ボタン。うん。どうあった。ちょっと危険だわ、危険だわ。イニング間にしよう、これイニング間にしよう。
ヤクルト1点先制。ワンボールワンストライク。よしストライク。小木田これ何回まで行くんかね。3回ぐらい。行ってくれればいいですけど。でベンチに一応山岡がいるから山岡をもしかしたらどっかで使うかもしれない。まあだとしたら山岡先発でいくか、うん、山岡の最近の扱いがよくわからんのよな、はい、この前のフォークス戦も一応ベンチにおったし、ちょっとね山岡の扱いが最近だいぶ雑だけど、豪快なアーチをスタンドへぶち込め。おお、ギモちゃん。ギモちゃんトンネル。見事なトンネル。やっぱ土のグラウンド難しいんかね。いや。土は難しいんかねやっぱ。シガマルボルさんです。不調で二軍降格にかかわらずオールスターブレイク中に沖縄旅行してたワゲスに一言。ワゲス、いえいえいえ、リフレッシュは大事ですからね。オールスターブレイク中に沖縄旅行、ええんちゃいますの。ワゲス、ニックスが帰国したからね、ついに。あのニックスが。外人争いがちょっと緩なったよ。ニックス帰国してね、だから今、セデーニョ、まず誰だ、外国人。セデーニョ、ゴンズイ、ここはまあ確定で、あとはコットン、コットン誰だ、あとバゲスで回してる感じか。あ、シュインチェルだった。シュインチェル何してんの。前島にも最近おららしいけど。シュインチェル何してるん。おっと、高谷ホームラン。高谷ソロ。いやー、松田だから見れない。高谷ソロホームラン。シュインチェルね、いまだに一軍の成績が、出塁率が打率より低いからね。フォアボール1個選んでからいってほしいね。上川畑2ゴール。実はゴールデンウィークの時にシュインデルがホームラン打った時、現地行ってて喜びが、球場の雰囲気めっちゃ良かったので結局あれしか喜んだイメージがない。最後の輝きになってしまうのかシュインデル。その前の試合のタイムに、あの時めっちゃシュインデル活躍したのにあれだけだった。なんかシュインデル、ゴンズイ、セデちゃんの期待値との活躍完全に逆になってますよね。シュインデルが一番期待されたくないですか、まあ、バッティング、うん、でセデーニョに関しても育成だから鼻からもう戦力として見られてないし、見事にもうその反対になってる。しかしたら1年使わないのかなと思った。うん、あいやー、これはサードにはいかない。ノーアウトランナー1、2塁、上川畑ヒット。軍勢ほんま、軍勢ほんま。ソフトバンク点取られました。お、ホークス点取られた。ポランコ、内野ゴロ。ポランコ、あ、内野ゴロか。巨人先制ホームラン。さあ、グンズイ行きたいよ、グンズイ。バント、グンズイバント。
何山田に託すの、山田に、山田に託すんけ、お前お上手、はい、ああグンズイバント成功、上手だけどここで、さあワンアウトランナー一二塁、山田遥か、おいおい、初回スクイーズもありえる、いやビッグボならありえる、ビッグボならありえる、それはさあ消え、おいおい、ああもうもう小木田この回までやから多分もう踏ん張れ、多分この回までやからもう、まあ、次伏見やん、しかも大丈夫だったの、バック、あ、そうなんですか、もらえられたんですか、まただったん、なんか新庄が、新庄が練習中に遊びでまたボスだって練習中、新庄がやった、おい、ビッグボー、ビッグボス、ビッグボス、おいデジャブやいや、ツーボール、さあ消え、おいおい、おはれ、ワンツーいやもう31球か、踏ん張れよ、マヨネーズ半分だって、たこ焼き、マヨネーズ半分、半分だけ、だからまあ、マヨネーズかけるってことです、はい、おお今のね、ど真ん中行ったけど打ち損じてくれた、スーツ、よし、待ってた球が違うかったね、これは、うまい、めっちゃ急にバッと出す、ど真ん中やないかい、さあ、おデル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 、決めろ、いやそれは見てくれ、それは見てくれね、スリーツー、森友哉マジで頑張ってください、あ、小木田ね、小木田投げる森友哉、顔の系統が一緒やもんな、小木田打席立ってもなんかフォアボール取れそうやな顔森友のモノマネして威圧感でいけそうだ、おー三振、山田遥か三振、ツーアウト、こう切れたらでかいよ、あ、出たよ、出たよ、伏見、伏見気合入ってるやろな、檻の時にだけ打つ、
今日月空いてますよね。あ、空いてるよ。お、なんか来た。あ、いけるよ。お、俺の先輩だ。あ、そうなんですか。うん、何回か会ったことある。ま、守るレホスでしょ。そうですね。癖強いっすね、先輩が。名前がね。ドゥル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 ドいや、これオールスターで歌いたかったんやけどな。日ハム地基盤しかいなかったから、マンチョしかいなかったからさ。うん、いやいや、何回か日ハムのチャンっての機会やったけど全部地基盤やったから。そう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 、そう、なんかね、熱い応援が流れた時になんかみんな早打ちしとったから。そうそうそう、いやいや、まさたかの時に頓宮初球ポップフライはないやろ。まさたかの応援が流れて、おい、ガロリー、よし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 、いいよ、落ちる球切れてるよ。うわ、この若月伏見のこのツーショットもね、やつやな。で、と森友哉でしょ、森友哉。森友哉対伏見対若月。森ファンがじゃカオスでしょ。胸やつやな。投げてるのも実質森友哉やから。ああ、これは見るんだ。トゥートゥさあ、きえ、ギータの配信。ギータ君とはね、福岡の暑い夜を共にしましょう、共に。でもファイナル配信で中洲行かなかったって言ってますね。いや、中洲とは言ってない。中洲とは言ってない。中洲行ったんですか。中洲で、飯は食った。ああ、ファール。中洲でもつ鍋食ったな、もつ鍋。食べてる時は元気でした。食べてる時は元気でした。いや、その夜体調崩した。ウェルビー福岡のカプセルが乾燥しすぎて。さあ、トゥートゥー、うーん、もうコギタはこの回までね、いいでしょう。あー、悪い。40球。もう踏ん張ってくれ。この回踏ん張ってくれたらそれでいい。え、マジで次山岡来る。マジ。神戸だから投げてれば分かりますから。え、神戸の山岡？あ、違う。山口にホームラン打たれた記憶しかない。神戸で。そうそうそう、見てましたね。うん、現地行って山岡が山口にスリーラン打たれて、そのままコールドになった記憶しかない。で、こっち追い上げてたのに。こっちのチャンス作ってた。さあ、スリーツー。
先へ。おいやあ、ちょっと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 無理や。2点入るわ。2点、信じてた、よし。よし、よし。本当にお兄さんに焼き打つもらんや。それでは皆さん、ここで一言。伏見帰ってこい、ほんま。伏見帰ってこい、ほんま。よし。おお。なんか久々にちゃんと取れたわ。伏見後半戦始まったわ、ようやく。やばいよ、甘いよ。ここでの勝率いいか。毎回勝ってますもんね。そうですね、1回負けたかなぐらい、やばいよ。もういや、うーん、山岡や来た。なんで先発じゃないんやろ。なんで先発じゃないんやろ。雑だな、山岡の使い方が。あ、2点か。山岡雑だな。でもまあ先頭がエラーだからちょっとかわいそうな部分もあるね。これ始まったの。いやいや、この点はいらんよ、この点はいらんよ、この点はいらんよ。磯畑ヒットで1・3塁。いや、この3点目はいらんよ。うわ、松郷やん。しかもギターチャンネル盛り上がってますよ、ハムが点取ったから。今のうちに喜んでおくがよい。今のうちに喜ぶがよい。最近そんなパターン、先制しても負ける。あ、ノブが準備しよう。ノブが多分次だな。山岡が今体動かし始めたところだから。また記号が分かる。次ノブだわ。ノブの次山岡ぐらいじゃん。もう一点じゃ足んねえんだよな。すごいコメ欄が悲壮感です。聞いたチャンネル。ホークス点取られてロッテは、ああ、ハムは点取ったから。どっちが先に止まるか。いや、やだな。いや、松子やだ。ボレル退場お願いします。え、あ、いや、この間ここでやった男の子に、はいはい、ボレル退場お願いします。あの、大谷翔平に似てるゴスか。なんかあの、メガネかけて、結構いましたよね、日ハムファンの子。そうそう、あの時ですね。メガネかけてたんで。あっちに一緒に行ったら。今度、鎌ヶ谷一緒に行こうねなんて、いいつながり。僕、鎌ヶ谷で一人応援に行きしたいんですよね。いや、まだいましたよ、男性。いました。え、できる雰囲気ですか、鎌ヶ谷。いや、年配のおじちゃん。なんかやってたよね、一人で独特な応援。一人でってか5人ぐらいいたっけ。主に一人だったよ。行ける雰囲気ではあるんですか。いや、でも一度の笑顔は聞かないですよ。おお。なんかその応援歌なのか、なんかこう独特な。いや、ちょっとやりに行きます、鎌ヶ谷で。あー、はい、めっちゃ見たい。一人応援に行き。さあ、ワンボール。いや、そうそう、本当に暑い。夏にデーゲームやるから、あースタート。あー、セーフかい。これはサニブラウンに勝った男。あ、リクエスト、リクエスト、
そういうのアウトかと思った。昨日タマスタに一人応援に来ました。そうなんか俺がタマスタにおるみたいにめっちゃ噂されて、俺昨日いないからタマスタ。リクエストした。25日から2軍復帰する坂本勇人の応援行きましょう。あ、それもいい、ジャイアンツ球場ね。あ、これセーフだ、これセーフだわ。あ、でもどうだろう、アウトかもしれん。アウトかもしれん。足が全然ベースについた感じがしてない。アウトかもしれん。ちょっと砂があれでよく見えんけど、しょうがないかもしれない。これアウトやったらでかいよ。ベースについてるかどうかやもんね、これ。ちょっとわからんな。東北のオリックスファンです。東北現地いつですか？またイベント何やりますか？そう、あの仙台でオフ会やるんでね、あのぜひ来てください。普通にサクチェンみたいに僕と野球観戦しながら応援歌歌ったりとかって感じです。あー、通り成功。仙台でオフ会やるんでよかったら皆さん来てください。さあ、リクエスト失敗、2アウトランナー1、2、3塁、2ボール歩かしても清宮やしね。は、広島逆転。すごい。ヒロと最近悪いな、なんか。そうね、松本出たらノブやね、これは。左足。あ、ナイスボール。ツーワン。うわ、すべては希望から始まっとるからね、この回。あ、センターぐらい、センターぐらい、あ、落ちた。磯畑は帰ってくるわな。よしよしよし。あれ、なんか、なんかいつもよりいい感じ。ヒョンゼロ。ブルペンで大失敗やんけ。ブルペンで大失敗やん。久々に野球。野球ってええなっすか。記憶にないですからね、もうしばらく。オールスター前に10連敗してる。先発山岡にしとけば。かわいい。この視点後に出てくるの山岡。山岡またブルペンでの尻拭いかよ。なんか敗戦勝利投手になった。ノブがなんか行く予定だったのにみたいなコースで、すごい感じがする。あー、もうあれ違うのみたいな。敗戦勝利山岡で行くも敗戦勝利山岡。山場だ、結構いいピッチングしてる。いや、まだ敗戦は決まったの、まだ2回やからね。まだ2回やから。相手がヒロミやからね。ファール、やめちゃったし。あ、まあもうこれはね、この回はもう小木田に生かして、3回からまた誰か
山岡やろうな、山岡。もう長いイニングある程度食ってくれるって言ったらもう山岡しかおらんからね。あ、これアウトでしょ、これアウト。あー、こぼしちゃった、こぼしちゃった。松郷盗塁成功。若月、今年全然刺せてませんね。今年のオリックスの盗塁阻止率がね、だいぶ若月、森とも含めて痛いね。でもソフトバンク戦結構刺せてますね。あ、この前の、うん、今のアウトのタイミング若月野郎ね、言われてたけど、うわー、いや、ファール、いやー、ファール、際どいファール。ファール。白石さん、ポテチいいっすか。はい、腹減った。ポテチ見たら俺もポテチ食いたくなった。はい、打診。いやー、4点か。シガさんがギータにスパチャ来ました。おー、シガ丸ボルさんがギータにスパチャ送りましたと。なんて、なんて言うんですか。今日捨てたオリパン。山田に歌いながら頼ますけど。です。シガーマルボールさん、どこにでもいるからな。大ちゃんのチャンネルにもいるし。なんか西武阪神みたいですね。西武阪神だから西武以外の球団はどこでも応援する感じの。でもなんか一応オリファンらしいですよ。自分もその、俺もその認識。大ちゃんとかギータさんのところにスパチャ送ってるんですけど。その認識。あ、こういった自責ゼロ。そうか、エラーから始まってるからそうか。自責ゼロか。おっ、これ優勝決定戦でしょ、DJ の96年で最後、イチローが打ったやつでしょ、これ。そうそうそう、 DJ のイチロー、だがシュッタ、これもヒットになる。いや、大島よく走ったな、これ。オールスターで応援で燃え尽きたか、モレルさん燃えてますか。まあ徐々に上げていきましょう、徐々に。まだまだシーズン長いですから。モレルさん現地いつですか。8月12日。セブですか。仙台っす。8月11日に仙台でオフ会して、その翌日に普通に現地観戦行くという。その後に京セラのカードですね。その後仙台から大阪に飛んで京セラ参戦っていう。ですよ、自分が行くと。また8月にも遠征ウィークがありますんで。わ、お、セデちゃん行くの。えぐえ、えぐえ、いた。セデちゃんえぐえ。やっぱセデちゃん。セデちゃんえぐえ。これは今日はまだステージ合ではないかもしれんぞ。いやー、ちょっと取られた後のこれを。すげえ。セデちゃんエグい。エグいぞこれ。だからヒロミがちょっと。いやいや、ほんまに掘り出してもんやん、これ。すげえ。
マジっすか。ランナーいなくてよかったけど。先頭バッターだから、ね。よかったけど。いやいや、でもなんか流れをなんか向こうに行かせなかったっていう点ではすごいいいよ、これは。でも最近どこも序盤に大量得点取ってすんなりって試合最近ないですからね。まあね、楽天も危ない試合です。セレちゃんホームラン。さあトング この回もう1点ぐらい取れればね、だいぶ流れが、あ、頓宮じゃ無理だ、頓宮じゃ無理だ、それは。これでなおランナーが出れば、こっから押せ押せできれば今日わからんよ、マジで。なんか始まっちゃった？セレにホームラン、サボホームラン。早いよ、ほんと。怖かったよ。すごいな、勝ったな。広見ポイントさ、点取った後よ。うん。壮絶な争いに勝ち残れ最後まで。ズボレ。ストライク。ツーワン。あ、ホンダ？変わった。ホンダで行くんかい。準備が変わった。ブルペン本田。おお、広めに当たってヒット。さあさあさあ、もう一点欲しいね。もう一点欲しいよ。さあ杉本、長くなるかもしれない。うん。ヒロミ大丈夫か？でも歩いてる。日ハムブルペンデーかこれ。お、山本匠。そんなにやばい、一応準備してる。なんかそんなやばそうには見えなかったけどな、うん、一応。かかと？膝裏？いや、どう？大丈夫？あ、帰ってきた。まあそこまで重症ではないっしょ、あれは。さあ、ただランナー一塁やからね。ラオウに一発でも出れば全然わからない。いらっしゃいませ。よし、よし、
どこでもいいですよ。よし。初めてですか。初めてだ。ハムファンやから。ああ。ハムファンがめっちゃ甘かった。あった。ご注文 QR コードからお願いします。岡山から来た。え、岡山ですか。岡山のハムファンですか。そうなんです。珍しいですね。そうなんです。自分珍しいって言えばいいね。バリバリ関東のオリックスファン。関西住んだことないでしょ。ないです。関東ファン。珍しいですね。いや、さっき優勝のあれやったんですか、ちょうどあそこから2番あったあー96年いやでも今セデーニョがホームラン打ったからちょっとまだ分からんぞっていう空気っす。あの義母のエラーから全部始まってめった打ち先発こぎた。ちょっと後で直します、これ。あ、今いいとこね。もう気合い入れろ。おいアリエルボロリエ。ボロリアリエルボロリ出ました。エラーがついた。見えちゃったもんね。いや、風ないない、やめたんだ。そんな大した。あ、でもあれか、こないだのカードのセーブの時はすごかった。ポロリ何笑てんねんやで、これほんま。これ中日でやったらこれもう即二軍行きよ。中日でこんなエラーして笑ってたらもう名古屋行こうやで、こんなんもう。ファウルだったからまだまだね、まだいいんだけど、打ち取れればいいんだけど。戦う顔してないよ、戦う顔。いや、今の立浪監督みたいに怒るよ。その音。おーい。いや、打ちそうな雰囲気あるよ、これ。ある。さあ、トゥートゥー、トゥーワンか。結局三振かい。アリエルが救われた。ツーアウト。さあ野口。おい、ロッテ2点追加。ホークスこれ10連敗か。うちと一緒に10連敗になろう。大丈夫かい。うちは止めよう。うちは止めてね。だんだんギーダさんも最近口調が悪くなってきて1週間以上つまんなかった。防音の部屋のはずやけど、最近ちょっと声荒げてるっしょ。そろそろギータも退去命令来るぞ、これ。
一気にいった落差が激しすぎて入れ替わりました。さあ、ツーボール。友達だと思ってたんですけどね、なんか今回なんか調子いいな、楽天みたいな。おスリーボール。日ハム強いのかなって、ちょっとそういうことしたもんね。はい、多いなって。まあ、ですのでめっちゃ大ちゃんリラックスしたもん。俺はストライク。山岡もなんか今日ユニフォーム忘れたらしいっすよ。え？だからなんか背番号3桁のユニフォームさっき取ったらしいっす。流した汗力に変える。でもまあここもまあでもさ近い。あ、おい、びっくりしたけど、行ったんじゃない。ブラブラ、おー、おー、おー、ある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 、めっちゃほら、初ホームラン、あるある、いや、初、初か、初ホームラン、初ホームラン、初やったっけ。1号、1号、まだ打ってない、今季1号ですね。いやいや、プロ入ってる。あ、マジっすか。ある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 、本当に勘弁してくれよ。フレッシュオールスターにもホームラン打ったから。いや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 。フレッシュオールスター。これはあるぞ。フレッシュでホームラン。打ちました打ちました。四対三。ホームランツーベース打ちました。正隆やん。正隆なんやもう。トライアルのあのコーナー打った時の神戸だったし、新神戸のとこ。ほんと読みないわ。大下の代わりか。神戸はどこ。意外ですね、4点取られたと3点だよ。なんぼ俺。分からんくなったこれ。そうそう、だいぶ乱れてきた。今季1号っすよね。去年確か打ってますよね、京セラで。じゃあ2本目、2プロ2本目っすよ多分。やば、もうスリーボール、まだ2回ない。遅れたなと思ったらまだ2回。初回サクサクいったんですけどね。2回の両チームの攻防が長すぎる。そうですね、黒2本目っす、うん、なんか強セルでなんかギリギリのホームラン打った気がする去年。オープン戦に 2,3 本くらい見てたから高くしますよね、これは若月5愛嬌。いやいやいや、いいよ流れ、向こうに渡してへんよ、流れ渡してへんよ。結局1点差、興味が続いた。よし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 。でピッチャー入る。いや、こっから大事よ、ほんまにブルペン。あんなに、ひーちゃん頼んます。うわぁ、本田ひとみか。頼みますよ、数少ないオリックスの関東人。本田ひとみ。うわ、満中からか。そうだそうだそうだ。
とりあえずチャレンジしますね。5秒以上チャンネル変えたらいけるかね。なんだこれ。あれ読み込んで。あ、なるほど、白石君あれいける。え、あれいける、これ消すの。あ、ちょっと待ってください。これでもやったらあれくらいじゃないか。あ、そういうこと。うん、プラス940。あ、そういうことか。あ、だからこれ消そうとすると。あ、なるほど、了解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 。やんなくていいっすか。了解了解。ダゾンはやってなかったっけ。ダゾンはやってます。あ、出れるんだ。ただ、NHK の方が遅延ないから。さあ、本田瞳。なんで今日ホームユニなの。あ、ロッテが黒だからか。ロッテがブラサマでホークスが白なのか。オリックスも去年そんなありましたね。サードユニで確か千葉行ってましたね。おー、ナイスボール。おい、グイスイング、これは上がりすぎ。ワンアウト。ホークスノーアウト1切れてギータ。来たぞギータ。あー、ギータタイムリー。あ、やばい、満塁か。うわ、ありえる。ファール。ホークスノーアウト満塁。ボールワンボールワンストライク。え、あれ日ハムの戦、糸井の引退試合の人ですか。糸井じゃない、金子や、金子。あの日屋根開く予定やったんですけどね、開かなかったですよ、ね。これ上げすぎや。お、しっかり取るよ、しっかり取るよ。おい、ツーアウト、ショートフライ。森友が怪我してへこんでたところであれ見てたら、であれ見て、あれを見て少し気分が。ああ、金子ね。糸井がめっちゃでかくなってて笑った。トム・ジョーで言ってましたよ、俺パンプアップすぎた。あれサウナってさ、上上がって誰でも行けるの。あれ誰でも行けるわけじゃない、チケット取らない。チケット取らないとダメですね。なんか上に上がるとこってあったり。今度ホテル泊まってください。いや、あれバカ高いでしょ。エスコンのホテル泊まりたいですけど、ね、タワーイレブンね。あれずるいっすね。あれいい。いくら10万からってなってますよ。10万から10万。10万から試合がない日で10万だから。おお、アメリカ行けるやん。あれずるいわ。お金になるでしょ。あれあれ買ったらエスコンのホテル泊まったらアメリカ行けるよ。そこまで行ったらもう美味しいですね。そこが試合観戦って最高じゃん。上川端を打ち上げて、この回はサクサクと。まだだ、まだだ、大丈夫か。この回はサクサクと。スリーアチェンジ。負け癖がついてるから。何度も見てるこの展開。このテレビ録画できないですか。
でも3年前の録画はこんな感じ。録画はできないと思う。録画中に追っかけ再生すると消えるらしい。ああ、でも追っかけ再生だと遅延出るだろ。3年前のオリックス版から20年くらい遡ったところまでがこんなマインドだった。まあこれでいいや。ね、オリックスの韓国時代半端じゃなかったぞ。エスコンでさ、ユウコあったよ。前、モネさん配信した時僕スパチャ送ったじゃないですか。監督羅列したじゃないですか。あの時代なんて本当に辛くてしょうがない。コリンズとかね。そう。これ全部日本ハムや。タバコ吸ってきます。いいよ。え、ユウコあったんですか。ユウコあったよ。見て、見えたさ、フードコートの。え、ユウコあるんですか、エスコン。ユウコあるやん。僕らのソウルフード、ユウコ。ちっちゃい、なんかちょっとこんもりや、こんもりやけど、なんか売ってた。ソウルフードじゃないですか。最高やな。何なんで、食べ物的に。ラーメンです。ラーメンなんですか。ここから徒歩5分くらい。京都が元なんですけど。ユウコ、東京にもあるんですけど、まさかのエスコンに進出。フォークス1点返しました。出ました出ました。メジャーこれいくらぐらい。さあ中川、中川はスカウター外したか。確かにない。中川どうしたんです。急にスカウター外してスカウターつけてから調子良かったのに。エスコンさ、応援席変じゃない。いや、そうだからもう内野っすからね。内野で応援席で応援席、全然応援の声が聞こえない。全然聞こえない。応援歌われへんよ、下でオープラ。だから日ハムの最初アカペラじゃないですか。何言ってか分からないですよ。確かに。そう、あの、なんだ、反響も。応援歌歌ってると赤ちゃん泣き出しちゃうらしいです。周りに座ってるから。びっくりして。外野になんかそのご飯屋さんとか作りすぎて。宇宙館、宇宙館、宇宙館。おーい。もう始まる。いけるか。三塁いける？無理か。ダメや。さあ先頭ツーベース。マンチュに刺さりまくったんだから。いやマンチュの方マジでいく。疑問見返してくれ。さあ疑問。ちょっとそのエスコン怒りでいいですよね。あのマンチューがめっちゃ肩刺してる。あ、でしたっけね。多分そうです。はい。うちもブルペンデにしよう。うん。ヒロミでそれは。でもまだあの侍から魂が戻ってきてないんですよ。まだそこにいる。まだ侍に。さあ、リボちゃん。とりあえずランナー進めよう。まあ、バーンとやる。小林のゲームだよ。ちょっとちゃん冷えてきたな。あら、うい。ゴール。セデーニョ。セデーニョに回せばなんとかなるっしょ。現状打撃には森友以上。回るし。あ、ゲッツー。ギータがクリよしよしよし、場所オッケー。さあ三塁、ワンアウト三塁。よし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 、これで紅林犠牲フライでもいいし、セデーニホームランでもいいし。ストライク。とりあえず同点やね。ノーツー。
とりあえず同点よ。あーこれはいや、帰ってきてる帰ってきてる帰ってないか。まあ前進守備やしな。ツーアウト三塁セデちゃんショートゴロ。いやこれショートよ、よう取ったなこれ。そうか今日山田遥がショート抜けててもおかしくなかったけどな。わあでも真ん中やね。どこまで飛ぶの？やだやだ。第一打席。びっくりしたびっくりした。びっくりした。ライフライフの。さあセデちゃん。やめろよ。おお、それボール。よいしょ。ツーボール。もう1ヶ月で10年分働いてる。1ヶ月で。打点的にはほんまにそうちゃいます。セデニョだって打点めっちゃ多いっしょ。えぇ、ー、スリーボール。あーもう避けられそう。もう避けられてるな。もういいもういいもん。でもトングがおるからね。いやー、一発セットいいでしょ。いいよもう。いやそれは振るんや。迷ったね。スリーボール。今セデ22打点。ラベロが確か2打点やったからね。ほんまに10年分っすよ。ほんまにラベロ10年分の。バレラもうちょいやった気がするんですけどね。あわスイングじゃない。それスイング。スイングじゃない今の。ラベロ。いやフルカウント。まあでも勝負してくれるということ。いやもう無理はいかないでしょ。ロンキファボル。さあトング頼むぜ。ブルペンは誰もいません。さあホームラン行けよ。ホームラン最近調子悪いから、ね。トング1三塁の時のトングは4の0だっつって。いやまあ4打席でしょ。いやこれは打てない。ノーボールワンストライク。
ンストライク。それゆけブーム、トゥルルルルV を目指して、それゆけユーは。森友と正孝が流れました、トンガの時。バンテリンで、そうそうそう。正孝の境地流れてバリ熱かったんですけど、初級ポップぐらい上げるっていう。ああ、ファル。その力ここで見せろ見せろ、全身全霊だけろだけろ。おお、よく止まった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 。トゥトゥ。店のお盆休みいつからですか？お盆休みってお盆休みじゃないですけど、ちょっと遠征ウィークがあるんで、ちょっとそこは閉めてます。あれ？もえさん、仙台の行くって言ってないですか？はい。大ちゃんと被ってません？いや、1週間違うんすよ。あ、違うんだ。だってオリックス対楽天を仙台見に行くのに大ちゃんはロッテ対楽天だからね。ポップユーマ鍵なの。うわワンチャンポロリを期待した。ポップーからのポロリなかったか。ポップーからのポロリはありませんでした。投げさせたからこれしのいでてしのいでて最後8回ぐらいに逆転されたいつも始まったんだよ。逆転早か1点差の負ける戻ってきちゃう。トングポップでした。休むな、働き働き漏れるっつって。いや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 、皆さん現地動画も見たいでしょ。現地動画も現地に行ってる動画も見たいでしょ皆さん。さあ大事よ、1イニング1イニング。ホンダもう一回行くか。今あれをずっとやりだしてて、今あれ名前募集してるんですよ。ね、なんの意味があるんだろうこれ。かわいい。あのよく最近アイドルこうやってるじゃないですか。かわいいのポーズで。アイドルポーズで。そういう意味。あざといね。あざとい系のかわいい。セレーニあざとい。セレーニあざといわ。ベンチ。ベンチでタオルダウンズもやるしね、セデーニョ。セデーニョあざといぞあれ。おっと、セーブ先生。現地からのキャバクラ動画も見たいです。ちょっと、あの、その要望があれば、はい、撮影のために行きます。別に好き好んでいくわけではございません。さあ、グンズイ。ストライク。え、なんか中川さん降りてるやん。一番ライト渡辺。どうした中川？ドラフトの渡辺。
あ、ゲンドラの渡辺。ゲンドラの渡辺。またフライが怖い。早い。ワンナウト。ワンナウトランナーし。昔の男のことはもう忘れるって言われてるし、前を見てから。ちょっと中川心配ですね、これ。氷川春樹の監督はどこ行っちゃったんでしょうね。どこ行っちゃったんでしょうね、あの可愛らしい子たちいっぱいいたの。ハルキストね、ハルキスト。今のオリックスみたいな感じでしたよね。そうですね、めっちゃ寄ってましたね、アイドル。もう今アイドル路線やってないですか、もう。友達にしたいを一回やりましたからね。絶対今側が1位じゃないですか。絶対今川1位でしょ、それ。逆方向に打ってライトフライ、ツーアウト。草伏見、あ、打率低いな。低いけど全然そんなイメージない。オリス毎回打ってるでしょ。積み重ねたものはたゆまぬ努力の極みひたむきな精神でしぶとく食らいつけ。ストライク。もう大丈夫。塩分の取りすぎは良くないからね。ちゃんと気使ってるよ。まあね。やばい、また今週筋トレできてないわ。遠征ウィークだったから。筋トレしてる人はちゃんと栄養管理とかしてますよ。うん、ある程度はね。まあ、俺別にそこまで節制してるわけじゃないけど、別に我慢してるわけじゃないけどさ。見ます、コンビニとかで商品の裏のカロリー。あ、それは見る、それは見る、それは見る。カロリーというかタンパク質を見る。俺は別に何か見てますよ、ね、ダイエットしてるわけじゃないけど、タンパク質はやっぱ筋肉構成する。あー、伏見、また打った。伏見、伏見ほんま2割3人のバッティングじゃない。うちの森友みたいな。セーブセーブ。やっぱりキャッチャーはその辺強いかもしれない。また満塁。ようチャンス作るな。チャンス作るまではいいんやけどな、ソックスは。ナイスボール。ボート。見せろスプリンター。おいそうバター駆け抜けるぜ、きらめぐいらいへ。おいそうバター、おいそうバター。ちょっとこれ OK。 おー、バウンド変わっとる。
いやいやいや、怖いな、ワウンド変わんの。まあ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 、勝ってるんだよね。スリーアウトチェンジ。そんなことないよ。そんなことないよ。内野むずいわ、これ。芝生から急に土行くもんな。中日を打ち返る。いや、逆転されてから追いついたんですよ、これは。ポランコ。絶対熱い。え？この前インタビュー頼むかな。あ、神戸で。甲子園じゃないですか、甲子園。あの人気で負けても実力では負けないです。毎年やってますよあれ。毎年関西ダービーにテレビ局いるし、NHK。あのツイッターにきっちりあの NHK のツイッターに残ってます。そうそうそう。あの動画そのまんま。ちょっとお手洗い、お手洗い。手洗っとる、手洗っとる。どうて、この前の土曜日の配信であのわけわからん店長って呼ばれてる人がおったの見てました。面白かった。12人面白かった。店長面白かった。12人面白かった。初の試み。コメント欄なんか相当賛否分かるじゃない。初の試み、まあそれは違和感あるでしょうね。自分面白かった。全然知らん人を配信のつなぎに置くっていう。自分だってあの人に思いっきりコメ欄で質問を送ってました。山岡が清田になってる。もう得て、ちょっと待って、石岡やん。石岡と同じユニフォーム着てる。待て待て待て、山岡清田ユニやん。石岡に詰めたの。清田がおらんやつは全員清田なの。みんな清田やん。石岡ってやつ。うわー、1年ぶりの清田ユニやん。忘れたんやけど、あの清田ユニフォーム着て一年ぶり清田湯に出ました、神戸で。神戸恒例清田湯に。やっぱサイズ、あれなんじゃない。山岡細すぎる。サイズは重なるから。もっとおるやろ。ごー、清田、清田。おー、ワンアウト。ワンアウトランナーなし。ゴーキヨタ、キヨタ、全力で飛ばせ。ゴーキヨタ、キヨタ、全力で走れら。ララ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 。今こそキヨ…あ、消えた。ほんまや。なんか知らんけど消えた。コンピアと。ソフトバンク点取れず。まだ満塁で。絶望感に立っております。あかんやん。全然ほぼなってない。序盤量産しとったんですけどね。ここ行くことだったよ。ストライク。あれ以来じゃないですか、あの湯浅から打った。ああ、甲子園の、まあまあ、あれがでかす、あれがでかすぎた。あの飛んでる柔らかかった、あれ以来いつない。あれ、だいぶ前に感じる。山岡の意義はあれね、育成じゃなくて、あのバッティングピッチャーの清田さんって人がいて。おーっと、またラオウが日ハム戦で当てられた。変化球の抜け球。また日ハム戦で当てられた。サビッチ。
え、ハグしに行かん？クリアレン。ハグしに行かんらお、今日は。オールスタークリアレン。今日ハグしない？あ、怖っ。いいね。オールスタークリアレン。いやー、いい音。綺麗なスイング。サムグチ。去年はあれがただの扇風機だった。いや本当に追い込まれたらもう終わりやったからね。野口は打率も上がってきた。おい、えぐいスイング、えぐいスイング。日ハム戦恒例、日ハム戦恒例ラオウデッドボール。当てゲーじゃん。まあ、まだ1回だ。1回だ。あっとき3回当てたもん。まだあるんですか。1回ならまだ。新庄が出てたとき3回当たってる。だがしたさ、力に変える心を出して。新庄に出てくればラオウ笑顔になる。2回当ててからした力に変える心を出してんだく、うん、追い込まれたワンツでも去年の石岡の清田にはあのサードユニット縦島やったからより一層ロッテやったんですよね。清田ああ、ゲッツーにはならないでしょ。ええ、怪しい。ああこれアウトか。まあまあ進塁だ、進塁だ、進塁だ。2アウトランナー2塁。さあ若月、夢の遅いままでは探せない。さあオールスター戦士、背の前帰ってくんじゃない。おおおおおす、魔送球。でもホームへは帰ってくる。ホーム帰ってきてたらまあセーフやったけど。魔送球。センター前ヒット。磯畑魔送球。いやー。遅くはないですよね。むしろ体格割には早い方なんです。このパス。いけたなみたいな。いけた。これはいけた。これはいけた。結果論ではあるけど。結果論ではあるけど。うわー、ここで渡辺や。ゲンドロ渡辺。ゲンドロ渡辺、2軍で4番打った渡辺。若月2塁いってる。さあ、見せろ、ゲンドラの。2アウト2、3塁。またオリックにゲンドラの恩恵が何も来てない。何も来てないですよ。渡辺。影薄すぎるで。わかる。いや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 、でもオリックスのあの移籍選手は最初だけ活躍するんで、石岡にしろ広岡にしろ、だから渡辺も最初だけでもいいから、この神戸でしかも最初だけは打つから。それ振ってくれるか。ありがたい。またなべ。おい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 、ゲンドラの星。
止めるね、渡辺三振。普通のセンター前だったら止めるよ。おい、最初だけは売ってもらわんとあかんで。疲労感も最初は売ったんやから。清田、清田登板です。清田清田の登板です。ゴー清田、清田全力で飛ばせ。ゴー清田、清田全力で走れ。ララ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 今こそ清田パパ行くヒーロー、パパ大空高く。さあ1年ぶり清田ユニ。さあ松郷からか。中川の交代ちょっとわからんですね。なんででしょうね。もう何かしらアクシデントがあったんでしょうけど。清田。ちゃんと供養とかは、白い供養とかは。ユニブカブカなのはこれ問題ないんかね、プレーする側として。村上ツーラン、ヤクルト5点目。あつご、おー、ナイスボール清田。初球ストライク。ファールいいよ。うわー、いい球。あー、わずかに外れてボール。はい、違うところ。オッケー。次はしっかりギボー。しっかりギボー。ワンアウト。バッティングピッチャーになるなよ。あー、どうだ。うん、ファール、ファールでしょ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 。おう、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 ワンワン。ファール OK。
ツおー、ナイスボール。おー、ええやん。このユニの方がええんちゃう。ユニフォームブカブカの方がいっちゃうか。去年もね、石岡が清田ユニで大活躍したから。でも清田ユニでいいやん、みんなも。神戸の清田ユニええやん。さあ、マンチュー。そういや、石岡は今何してるやろな、石岡は。石岡2軍で出てるんですか？ 2 軍で出てます。出てます。この間なんか、阪神とのイースターがなんか中継されてた時に見ました、石岡。俺、石岡今打率どんぐらいなんやろ。今日出てね。あれ、最近出てないな。おい、ワンツー。石岡最近出てねえわ。石岡ファームで1割6分3厘。あかんやん。去年首位打者でしたよ。そう、去年はファームの帝王やったのに、今年は2軍ですら。むね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 。おい、うまい。スリアチェンジ。キヨッタ、キヨッタ、キヨッタ。2イニングチャンス潰していいから、そうそう、これ。幸運の気を頼りに。ふう、試合終了30分後に先発の花火。1年前あの小田井が2本ホームラン打った。ああ、あれ花火台とか。さあ、義母からの高打順よ。
おい、ツーボール。こっちも鼻に上がってるやん。あ、マリンも。お、スリーボール。まスリーは。いや、神戸の花火ね。あー、まあまあまあ、こっから粘っていこう。スリーツー。そういや、アリサ体調不良らしい。え、マジ大丈夫？アリサ特例出ましょうか。アリサもアリサ特例出ましょう。あー、もったいない。いや、ギボチャンスリボールまで行ったらちょっとそれは良くない。ワンアウト。自分も特例で抹消中4日目。そう、流行ってるんやな。あ、中川でもベンチおるやん。何もなかった。なんかやらかした、もしかして懲罰交代かなんかで。何かしらが中島監督の激励に触れたか。そう、そうっすよね。ああ、よくあった、よくあった。戦う顔してへんからか。戦う顔してへんから下げられたんや。セカンドゴロ。さあ、もうセレちゃんの一発よこれは。ツーアウト。懲罰交代っぽいなこれ。怪我してる感じはではないやろな。まだピッチャーゴールした。三塁でスタート切れなかった。ああ、走らんかったからか。木浪みたいな理由で。それはノットバトルフェイスだわ。戦う走塁してなかったんだわ。戦う走塁はもう走魂やろ。それはセーブっすね、走魂は。あ、確かに守備でもね、確かになんかセンター突っ込んだら取れそうなやつが前に落ちたりとかあったから、そこも含めてかな。磯畑のあのタイムリーとかあれ普通にセンターフライかと思ったけど。セレちゃん、あー、センターフライ。いや、状態いい、状態いい。セレちゃんいいよ。セレちゃんが一番怖い。しかし三者凡退です。
早く行きたい。お、花火じゃない？今から花火来るよ。いや、花火大隊行ったな。ルナどこ？ルナ。ルナもう、ルナもういないんすよ。あの、今度なんかビーズガールズ大復活デーみたいなのあるらしいっすよ。8月19日から。え、多分来ますよ、レイカもルナも。歴代のビーズガールズが集結するらしいっすよ、そこ。僕でもレイカっす、レイカ。僕レイカっす。結婚したな。え、結婚したんすか？え、マジっすか？レイカ？レイカ。いやー、時代は、ねえ、変わりましたね。レイカ結婚したんですよ。いや、チャルはマジで成人。偶性。え、チャル、寿司屋おったんですか？ ABEX に入る前は。しながら、あの、ビーズガールズだった。確かに寿司屋にいそう。アンクルもうちょっと。時代はヨシメグですね、確かにね。ラララララララ、ヨシメグー。おーおーおー。桜井さん、覚えてます？作戦時代、あの神戸の花火ライターにあの作戦のあいつ連れてって、はい、カープ女子で神戸の花火ライター誘ってオリックスが 10-0 で負けて やばい空気になったっていう。え、カープ女子ってここどんの同期のあいつ、カープ女子をちょっと神戸に連れてって花火ライター見ようやつったらオリックス10-0で負けてえぐい空気になって帰るっていう。いや、覚えてないですね。透明やった気がします。透明。透明。透明がボコられた気がする。らしい。でも 10-0 で負けてるからもう僕ブチギレで隣でわけわからんぐらい切れてるっていう。カープ女子結構いましたよね、サクチェン。そんな一番人気のカープ女子。あー、あの子ね。あ、負けた。めっちゃアホってる。ボルトやん。おー、もうまだ終わりだね。まだ終わり。ね、ここへ花火撮ってるまではいい気分だったんですけどね、この後に山口に着いてた。あー、そこ花火は上がったんですよ。その後急にゲリラが来たんですよね。そうだそうだ。だから神戸の花火ないとあんまいい思いないわ。これな、どう見ても今撮れたな。いや、多分あれも突っ込まなかったのがちょっとやっぱ。大言われが今そのサムさんの表情かなんかそう見える。いやいや、分からんよ今日の試合。仙台のやつ行きたいけどすぐ店員いっぱいになりそう。とりあえず申し込みお願いします。とりあえず仙台でオフ会やるんで皆さん来てください。仙台の方はなかなかね、作中には来れないっていうね、東北の方も仙台なら来れるっていう方はぜひねお越しください。お盆休みなんでやることは作中と大体一緒っす。
僕と一緒に野球見ましょう。あとそこカレー屋なんで美味しいカレーも食べれます、はい、ぜひ来てください。仙台でのオフ会が成功すれば仙台に作中2号店ももしかしたらあるかもしれない。よろしく。キャバクラ行きますか。あ、二次会国分町、二次会国分町っすか。関西でもやってほしいです。あ、関西でもね、やりたいですね。さあ、清田買いまたぎ。ああ、ナイスボール。ストライク。うお、ああ、大丈夫？清田。清田じゃない。清田じゃない。ピッチャー直撃。ワンナウト、大丈夫そうやね。お前、ブカブカでよかったやん。ちゃんと衝撃を吸収してくれたやん。あ、避けてるわ。ちゃんと避けてるわ。よく避けた。ちょ待って、中日代打シュンチェル来た来た来た。代打シュンチェル、お前なんで今日松田やねん。見れへんやん。ちょ皆さん、シュンチェルの実況お願いします。代打シュンチェル、ラゾーンないんすよ今日、カープやから。 J スポーツ見てる。 J スポーツしかない。あ、ナイスボール。ワンボールワンストライク。今日の中日なんかメジャーじゃないテレビ局でした。テレビも、いやなんかよくわからないテレビのあれで、だから見れる人ほぼいないってことですよ。広島のテレビ局じゃなくて。広島なんすか。でも映んないっすよね、ここでは。え、ここじゃ映らない。だいたい広島、そのマツダスタジアムはもう広島のテレビ局がやってるから。はい、じゃ今日の試合 J スポーツ入ってる人と広島にいる人しか見れない、うん、そうそう、やばいっすね、やってること。地域密着らしいよ、それが。さあ、3つ。なんで広島駅ダゾーンの件どうしてるんですか。なんかやっぱ、その地元のテレビ局との密着があるらしいよ。はい、胸でかい。ナイスもね、ナイスもね。ツーアウト。広島だけですよね、ダゾーンで。あと甲子園はあるっちゃあるけど遅延が5分ぐらいある。スカイエイとかガオやったよ。その左の邪魔なのあの粘りがちです。粘りがち粘りがちしました。おい、いけるいける。グンズイグンズイ、よーし、オッケー。さすがに軍事冷えてきた。さすがにね。でも宇佐美がまだ冷えてないんですよ。宇佐美がすごい。宇佐美あれ天才だぞ。もともと実績あればあったんですか。まあね、去年も売ってるし。シュンチェル追い込まれた。で、山本拓海か。お、ピッチャー交代。あ、シュンチェル、ミドさん。シュンチェル、お、山本拓海。
ラベロにデッドボールあった山本。俺たちはラベロの恨み忘れないからな。お店に PC 持ち込んでスカパーオンデマンドでカープの試合見ても OK ですか。あ、いいっすよいいっすよ。新庄マスク外さんだ。多分ダウンタイムでしょ。多分ダウンタイムでしょ。西岡との対談で言ってましたね。あ、言った言った。でも早く外したいとも言ってたよな。そうっすね、外したいねって言ったけど、多分ダウンタイムでしょう。俺もダウンタイムはずっとグラサンしとったしな、動画で目の整形した時だから。ビッグボスの気持ちもわかる。いつしたんすかそれ。俺は3年前。3年前。うん、でもいつか糸切れるからもう一回しな。それ怖いっすよね。そう、目の手術ってめちゃくちゃ怖くないですか。いや、まあ1回目は糸入れるだけやからそんな怖くないけど、プチ整形だから1回糸切れたら次は切らないかんから、もうちゃんと手術なんや。それはそこは怖いね。ちょっと手術されるときに目つぶれないじゃないですか。うん、なんかそれがレーシックしたんですけど嫌で。ああ、逃げ場がない手術みたいな。怖いね。10年前にレーシック効果ある。野球選手もようレーシックするけど、糸井は確か視力 2.0 でレーシックした。1.0 やっけな、なんかもともと目いいのにレーシックしたらしい。 1.0 から 1.5 になってよ。そうや。最悪。あ、ポップーやないかい。ポップーやないかい。2打席連続ワンアウト。ポップーユーマン。すみません。コイン数めて出し切れ。ファールじゃないの。ファールだろこれ。ファールじゃないか今の。アウトか今の。ロッテ1点追加。ロッテ1点追加。ホークスやばい。ホークスが泥沼だ。そう。どうせ後で負けてくるんだから今のうちにちょっと負ける貯金みたいな。あの10年配があったからって言っとかんと。さらお。山本、宮城、俊平だったし、3枚、あ、頭3枚を見てるわ。ゴール様やからね。ソフトバンク爆弾の次、オリックスですね。まあ、次、オリ最高や。まあ、ロッテが3連戦でどうなるか。あ、どこ吹っ飛んでろ。ワンボールなんですね。あ、だからそこ3連戦した後オリックス2連戦。ソフトバンクめっちゃしんどい。ああ、高野最低の選手多分それ。赤サイが基本月曜、ね、先輩中。確かに高さやばいな。
確かにあのユニフォーム見たらなんか勝てそうやもんな。あのユニフォーム弱そうやもん、なんか。サーティワンみたいな。そう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 。やばいよ。27連勝中ぐらいで。サーティワンそんなにやってたっけ。そんなことしないけど。あの最低の最後。ああ。めっちゃ悲しい。あーポップか。ポロリ系ポロリ系ポロリいっとけ。ありえでポロリならず。なんやかんや6回までビハインドか。あと3イニング大丈夫か。追加点取られんことが大事よ。あら、渡辺春とか。お、まあキャッチボールでしょあれは。ギータチャンネルおつやじゃない。もう、あの、悟りみたいに入ってます。そんなに、あの、あーとか言わなくなってきた。あ、大丈夫です、大丈夫です。僕もよく言うんで。大丈夫ですかね。今日女子会じゃないから、そっちの話はいい。あ、大丈夫です。女子会で、ね、ソフトバンク10連敗27年ぶりでしょ。ギータさんと同じ27年前って、あのだって大英暗黒時代でしょ、うん、何回か。オリックスの優勝よりも前。あだ生卵投げられた時じゃないですか。そうですね。お、日賀さん。どんどん傷が広がっていくんだけど。すごい、その前に。まだワンナート満塁。またランナー出した。フォアボール。僕のお母さん30年バンクのファンなんですけど、福岡出身で、最近のソフトバンク見て懐かしんでまして。ああ、すごい。いいね。すごい。もう30年前弱かったもんね。でも今はオリックスの暗黒って似たような試合ばかしてた。確かにホークスの暗黒知ってるファンって今そんないないからな。もうだってホークスかれこれ20年ぐらい強いから、そのさらに前からファンってすごいな。いいよ日賀さん。毎回マダラ投げてんの驚いてます。ずっとね、まだ平和台とかその頃し、平和台福岡ドームじゃなくて、それ行け走れここで輝け Let's go fighters トゥトゥ。セーブ勝ってる、どっちか。よし、いい入ってるやろ。ボール3-2。だってまだ8連敗とか9連敗のギータさん。あ、ナイスキャッチ、ヒガナイスキャッチ。ワンアウト。さあ問題の伏見。
伏見伏見ほんまどうなってんの、無双状態やどうなってんのマジで、無双だよやってんな。しかも打ったピッチャーが小木田本田比嘉っていう全員違うタイプの3人、みんな対応してどうなってんの伏見だからこうしてほしいわ、打てる補助見つかったね、見つかったオリックス専用機ふるさと納税頑張るね、もうどうした急に、あ、大関変わる、ツーアウトになってない広島は1点取ってる、いやるんだよお前さ、おゲッツ、バントゲッツ、ライナーゲッツ、これはこれはダメだ、口開いてるから、ほんまに伏見だけ結局3人じゃん、ああ、多分吸ってくる、いよほんまに伏見だけや、いやビッグボー泣いとるよこれ、いやいや新庄監督ね頑張ってないよ、楽しんどる場合言ってたけど10連敗でも楽しいんか新庄は、楽しんどる場合言うとったけど、わーわーオリックス、1年前俺が神戸に聞けなかったんだそういうなんで中止になったから、あーそっか7回前にそっかそっかそっか、何が足りないなと思ったら6回のチャンスとかで終わりましたよね、そうそうウェイ光を目指し進め、全てを掴むためにチュチュルチュルチュ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 ルチュ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 ルチュ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 、神戸に見に行ったのその去年のあれそれが初だったんですよ、んそれが初神戸やったんですよ、オリックスファン、それはやっといて、いやいやいや神戸の醍醐味はもう晴れてる日だから、そうちょっと運悪いですねそれは、で2戦目はあれじゃないですか、試合前がめげつない晴れた日のデーゲームが一番いいから神戸は、ピッチャー川野取りたかったピッチャー、個人で外して宮城ですか、ね、そうそうそう、高谷外して川野外して宮城、でも高谷もオリックスが取ってたらあの神応援歌が生まれなかったから中継してよかったわ、ねえと夢の放物線高ぶるおいちいだでおい止め戦え、あースイング川野いつも見てるもんですけど、うん、このあのフォームあれありなんですか、二段モーションとかめちゃめちゃ止まる、二段モーション、二段モーションだよ、二段どころじゃないよ、ね、まあ一昔前なら余裕でアウトっすねだから三浦岩熊が雇った時に規制されて、2005年からね、でも最近は入ったそうですね、だって宮城とかも大きいなんだよ、うん、郵政がなんか注意された時にまた問題やった気がする、菊池郵政、あ
セカンドゴロ。やばいぞ、ランナー。ワンアウト。おお、ちょっと渡辺のところなんとかした方がいいんちゃうこれ。おお。T？ あ、でも左やからもうないわ。ヒロがいないですね。今ベンチは代打出せそうなの確かにいないですね。T、大城、大城西野。でも左だからないわ。大城かな、大城出すとしたら。え？お気の毒になって。めちゃくちゃやないかよ。ギータさん笑ってるもん。ギータ慰めに行こう今日の夜。中村翔吾タイムリー。ファンは里井の境地に入りましたもん。確かに暴動も起きないわこれじゃ。オリって一番どんだけ連敗しましたっけ、それ一つの連敗だけ今年。いや昔一番長いの、確かになんか大型連敗はなんかあんまりしない印象。お抜ける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 、よし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 、つべつべつべつ、これは渡辺大蛇面白いな、これ渡辺、どうする、どうする、これ渡辺。あ、でも左ピッチャーやからまだある、信じるか、中島がクソボール感じちゃったけど、渡辺信じる。連敗って記憶ないですよね、なんかね、そこまでの連敗した記憶はないですよあんまり。で5連敗6連敗しょっちゅう繰り返す、そう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 、まあ出るわ、やっぱ先渡辺行く、渡辺行くわ、これもう打たな、渡辺は市場勝ちないぞ。いやいや、もうラストチャンスのつもり、疑問に大城でもいいしな、出すんかい、ラストチャンスのつもりでいけよ、ラストチャンス渡辺や、お前ドラッグさないから、タオルや、なんか構えを打ちそうなんやけどな、あーいお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 い、無理やお前、ほんま、おいおいおい、初球であれば誰でもお願いします、片やゲンドラでオールスターに出てる選手もいれば、10連敗オールスター出てる選手もおんねんぞゲンドラで、え、シャボン10連敗だったか、今日負けたら、あ、そうなん、そうなんですよ、だから今日はちょっと、だから今日来たんすよ、9連敗、9の10、9の10、住所みたいな、さあ義母、義母は行く、義母は行く、義母行かすの、大城でもいいと思うぞ、俺は大城でいいと思うぞ、左足行ってほしい、義母左対左ってどうなの、あ、義母行くんだ、可もなく不可もなくか、これ家にいたら見てなかったよ、見てなかった、これ見れないです、今もう現実見たくない、寝てるうちに勝ってたらね。粘ってもないから。沖縄タオルや。おお、ボール。何言ってんだよ、いやまあ大張り近場近倉庫だ、打て手を出せ、バット振ったらボールは飛ぶ、おお、いや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 、これこれ、あ、これか、これ無理か、無理か、これ無理か、これ無理か、これは無理だ、無理だ、イボヒット、待ってても無理か、あれ無理か、イボヒット1、3塁、渡辺はシングルになってるわ、さあ、いやいや、ベニーは期待できる、お前が笑った、ベニーは期待できる、あー、たまいかな、山ちゃん、こんな時も忘れてるわ、ベニーは期待できるよ、神戸のベニーはね、いけるよ、いけるよ、サバイ、うん、あ、ピッチャー交代、ピッチャー交代、福島たまちゃん、たまい。
これは無理だ。まあそれは無理やな。それは無理や。1点差だから期待しちゃうんだ。1点差ゲーム何連敗だ。7ぐらいですね。今日も1点差しな。そうです。2点取れば1点差や。そうです。2点取れば。てかマジで何でもいいからセレビ回すよ。まあ、打ってもいいけどセレビ回すよ。いやいや、ベニーでもいい、ベニーでもいいよ。満塁すれちゃうんだ。なんかし、テレビ回してほしい。満塁すれちゃうんだ。なんか起きるぞ、テレビ回すぞ。じゃあ、今日は35だ。うん、30ちょうどぐらいしてけー初球いけ初球。おーし、おい、同点同点。いけるいけるいける。あよし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 、これはいける、これはいける、これはいける。初球いった、初球いった。ここで攻めるやっと止めさせれる。剣ありますね、これね。剣ありますね。剣ある、剣ある、剣ある。でも邪魔あるみたいだな。ソルバンファンの反応。初球やな。初球、初球、ここは初球よ。初球やな、ここは初球よ。神戸のフルバッシュ。神戸。あ、迷うと2塁にね。2塁行ったんだ。OK。2、3塁でしょ。もうこれ、まあ、敬遠やろな。森田。おい。森友や。森友や。森友やな。イエスボーイ史上へ、ボーイ。あー、またここで。おいでーと。今日帰り何食べようか。ゲーム。さあ、せいじゃん。それだけ投げられへんやろ。それはもう投げれへん。さあ、せいちゃん勝負してくれるみたいやぞ。マジ勝負するみたいやぞ、これ。マジ勝負すんの。あー、これは当たっちゃった。あー、そうだ。いや、もうちょっと、よく言ったら勝ちきれないんだよね。このまま負けるんだよ。さあ、同点同点同点。三度目の正直に追いついた。よし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 。さあ、ピッチャーこれもう勝ちまでいくっしょ。8回、次何だよ。次8っすね。総一郎、阿部、とりあえず行って、まあ、宇田川もいいし。そう、宇田川くん本当に良くなりますよ。宇田川戻ってきた。戻ってきた。アリエルポロリせえへんな。とりあえず同点で落としましょう。さすがにサイニングも潰したらシャレになんない。ホームラン4本打たれた。でも勝ちついた。でも勝ちついた。失点してなんか最近失点多いよ。勝ちついた。やった正面。やったやった。いや、爪割れたの治ってないみたいな。あ、ファイターズに乗ってた。4本のホームランだ。4本打たれた。5失点か。5失点。だから、爪割れたの治ってないのが一致してる。3パーボール。
マッチョめ。マッチョ。マッチョ。本読んだぞ本。ああ、ありがとうございます。マシュマさんだ。お化け本。12、3本。あ、どうだね、35本。いいえ、3割1分5厘で普通にえぐい。えぐい。だって、鈴木誠也でも2割5分。サッカーの三笘いるじゃないですか。あれのチームがブライトンがなんかアメリカに遠征来てて、ああ見た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 、戦果と、これ激アツっすよね、ユニフォームが入れ替わってる。ちょっとクーラー弱めてみる。弱めるってことですか。OK です。これマジこの場所に激アツ。あ、宇田川や、宇田ちゃん復活の宇田川。太りすぎたけどな。WBC だいぶ。ピッチャー宇田川。ここやね。ここもだ、ここも打順怖い。ここだ。ここの打順怖い、マジで。いいフォークが帰ってきた。あのパワープロフォークね。あの高めから無理やりストライクゾーンに入れるパワープロ。パワープロのみたいな使い方するフォーク。奈良のやつだ。奈良のフォークが落ちてる。愛人戦には結構いい。これ下のフォーク。おお。あ、ボールはそれ。オッケーオッケーオッケー、押してるよ。あ、今開く歴史ですね。光目指して。あ、それは見てくる。鉄さえとか溶かす。ずっとなんて言ってるんだろう。おい、たち。ワンアウト。さあ、ちょっとここ清宮万波の一発だけはね、一発を避けよう。これはみんなオリックスの気持ちを分かったに出てくれて嬉しいって聞いた思いでハブファンも高い。すごい。おお、バウンド取ってる。おい、とんでもないバウンドやな今の。イボジャン最難でてツーアウト、セカンドゴロ。よう取った、よう取った。セーブ戦の時もあれですよ、風でイボちゃん危ないな。ああ、神戸、神戸やりにくいやろなこれ。さあ、あとはもうホームランよ、万波。ここだけを、ここだけを警戒して。
ああ、ナイスボール。オッケーオッケー。ワンワン。くぅー。男性に続く大きな波を。よし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 ナイスナイスナイス三者凡退よしよし流れいいよ流れいいよ源田が上に間違ってたベジのカット源田が上に間違ってたノグチの肩めっちゃいい守備範囲やっぱりええ形しとる。この二遊間の肩が出てきた。あぶれながら何回？おお、頓宮宗杉本一発やね。一発で決めに行こうか。阪神戦の再来と行こうや。あれが2本分くらいに勝つだった。疲れた。何が何でも自分を楽しみさえとかす。なんか話しいけど。今日だけシーズンそれ光目指して。ピッチャーいけちゃん。いけいけいけちゃん。おワニや。次ワニやぞ多分。ああ小野ね。この間投げてました。打たれた平野ですって神戸だっけあそうですね神戸で荻野貴司にホームラン打たれてめっちゃ笑ってたねポップいらんポップいらんよしボール行くぞブマホームラン塁を目指してそれ行けブーマいやーこれ見直すと さあどころ清宮うまいな普通に頓宮サードゴロワンアウト
トング冷えてんな。池戸で大好きおじさんがされます。ワイオリファン、楽天現地、楽天の応援歌ってええな。そうや、だからイーモレル、イーモレル言われてるけど、そういうことやぞ。そうなんねん、楽天応援歌ファンってそういうことですよ。ぜひ二軍の球場で一人応援歌に行き、お待ちしております、はい、一緒にやりましょう。ツーボール。そうですな、争いに勝ち残れ最後まで。ツーワン。なんか次ラオウが一発打ってくれんかな。ピッチャー宮西か、これ宮西準備。もうね、ラオウの一発しかないよね、これ、うん、やってくれそうな気するよ。こういうとこで打つのがラオウなんやから。守護神の3本率が平野がワーストで悪い。増田ですら 50% 近くのに平野 20% 3本 20% しかやってない。すげえな、それで防御率いってんだよ。すげえわ、ワーニー。どのクローザーよりも俺らを楽しませてくれる。さすが 80% で楽しませてくれる。エンターテイナーの鏡や。いやで、平野の3本はもう調子悪いもん、もはや。エンターテイナーとしてそれは調子悪い。空振り。3本なんて試合見に来てくれたまに失礼やからな。ほんまにそう。3本は失礼に値する。その中途半端、何やその中途半端。ラオウにそんな求めてへんよ。ここはもうどでかく一発狙わんと。そういうの求めてないよ。何でもいいから狙っていけ。もお、沢村劇場や。マッスルミュージカル開演。まあでも点差あるんか、今日4点差か。点差なら大丈夫か。掃除でソフトバンクの攻撃の時間が短い。あの満塁潰した後から 5G 打線。そう、あの3-1から満塁ってチャンス潰した後からやたらと短い。どうなります
いやめっちゃ吠えてる。ラオウさん死。吠えてるしかなくなった勝つ。ワーニー頼むぞ。頼むでワーニー。楽しませるのはいいけどやな。もうこっちが裏なんだから。頼むよ。楽しむな、最後の勝ちでいい。めっちゃ吠えてる。来たわーに。劇場ならいいよ、劇場なら。炎上はダメだよ、炎上。セーブシチュエーションないから劇場しないじゃん。いや、童貞の平野普通に打たれるからな。1.2 だ、いや、数字だけ見たらね、絶対的なストッパーやけど。8年は吉井さんが炎上しなければ優勝してたかもしれない。まあね、終盤ね負けまくりましたからね。そう、14年。でも2008年の時が一番感じ。2008ってでもワーニーまだ先発じゃないですか。え、あの10勝カルディットの時。あの時ワーニーまだ14年か。そう、14年にワーニーが抑えで。2008の抑えは加藤大です。あ、加藤大。加藤大も大概で劇場がやったけど、オリックスさんも伝統的に劇場が出すから。ペーニャね。うわ、ありえるか、怖いな。ワンボーロン出せ、ワンボーロン。ワンボーロン出しやがれ。あー、ナイスボール、初球ストライク。オッケー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 、追い込んでる。それは振らないんだ。ワンボールをファームで2割7厘。ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。ほど台湾と日本レベル差。いや、4割打者。台湾。ツーボール。で、阪神のアルカンターがまた韓国に戻って武装してるらしい。ああ、らしいですね。NPB ってすごいんやなっていう。俺らが筒香で一喜一憂してるように向こうのファンもしてるんですか。ああ。大田賞で復活やんけ。でもやめましたよね、自分から。筒香？うん。やめたんです、筒香。やめた。じゃあ帰ってくるのかな。契約解除したっていう。これは帰ってくるのか、筒香。
別にクビにされたわけじゃなくて、なんか自ら契約した。これは帰ってくるな。さあ、トゥトゥ。知らないやつとかチャンスだ。どうせまた 5G でしょ。やるちゃん。大丈夫。どうだ？え？え？ゲゲゲゲゲ。入った？取った。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 渡辺や。渡辺。渡辺や。渡辺。渡辺。渡辺。危な。渡辺。でも少々前に距離ありましたね。でも危な。おっ、なっ、渋谷のワーツになった渡辺の渋谷で、俺ら渡辺の渋谷で誰も知らん、渡辺守備でチャンスを掴んだ。うわー、うわー、おお、なんか危ない取り方しとった。危ない取り方してるやんけ、おい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 、危ない取り方しとるな、おい。怖い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 、取り方詐欺やんけ。神川だ。あ、これが新手の劇場か。新手の劇場。スタイル変えてまで。いろんな形で来るね。ツーワン。食いから心熱く踏み出しダイヤモンドのその先さあ行こうぜ大悟。おい、失礼する。いけ心熱く踏み出しダイヤモンドのその先。はい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 、スリーというね、はい、デフォルトね、これがこれがデフォルトね。フルカウントは当たり前、これがデフォルトです。とりあえず出ようよ。ダイヤモンドのその先さ、よいしょ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 、セカンドライナー。いやいや、完全にゆもちゃんの守備練習になってんじゃん。もうね、当たりが劇場ないよ。アウトには取るけど打球が劇場ないよ、もう。ラブリー。おー、マッスルミュージカル開演。またミモリがだってんじゃん。ミモリ2段目。ミモリ調子いいですね。なんでそんなとこ打つの。おい、高め打って野口センター。えー、この何、劇場、劇場3本じゃないですか。3本やけど、まあまあ打席内容が劇場やったわ。全アウト思わなかった。アウトの取り方が劇場。許す許す、ちゃんと劇場してるわ。これしかうちクローザーいないんですよ。つくづくこの間ソフトバンク戦が思ったじゃないですか。総一郎に投げてあのざまなんですか。結局ワーニーなんや。今日3問通ったらここから4試合はフォアボール出るってことですかね。そうそうそう、逆に言えば確率は収束するから。延長、延長か、延長があると信じて。複雑。宮西。宮西。
野口抑えます。ほんとすげえ裏返る。そんな人に出たら言うじゃん。そんな人に出たら言うじゃん。ほんまだ、杉浦、正義、福田。何してみたいの？そっか、の左、まあ、若月、ああ、もうの、左出されたら T が出せないよな。T 控えてるんや。T 一応おるっちゃおるんですけど。T 対ギアリスなんかもう何回も見たわ。天さんそう、天さん。それはもう天さん。T がこういう系から打てるマジ見たことないです。松井から打てるビジョンない。ダメ、基本落ちる系ピッチャーには弱いんです。もう買えばもう打てない。移行半も打てないし、打てるのは松田だけです。あと谷本、谷本、谷本絶対打てる。あ、乗り物なんか怒れ野口。ただあの ZOZO で言ってあのスリーランだけはあれは落ちる球は珍しく切られます。ねえ。いやこの前あのね最後 T が一打同点の場面で代打で出てきて相手マスターでしょ。これ確定演出や思ったけど。え球場も一緒だ。こうあれは強セラか。強セラス。そろそろってないな。初球キャッチャーフライ。渡辺さんぐらいだと T 使ってほしいから。うん、ボール。おー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 おお。すごいね。わ、渡辺打つ気やぞ。出るんかお前。今と取り自分で知らんけど。さすがにね、さすがにストライクね。うん、2は。ちょっと雲行き怪しくなってきた、そぞまに。マジ?3 点差でも3点差だからこれ、増田が最後出てくるでしょ、増田が。一発ホームラン出れば追いついちゃう。俺9回盛大な増田劇場あるぞ。ワンアウト1、2秒聞いたな。ちょっと雲行き怪しくなってきた、そぞまに。これホームラン同点でしょ。そう、ホームラン。10連敗。10連敗待ってくれ。一緒に続けようよ。同じことこっちのホークスのコメ欄も書いてますよ。ハムが最初に4点取ってた時一緒でしょって。一緒に歩もうよ。同じ道降りてかないで。あーピンコロ、ファールじゃ、ファールじゃない、今飛んだのか。あ、アウトか。ワンアウト。さあ若月、若月あるぞ、あるぞ、対左で。ね、サヨナラで打ったのハム戦だし、去年の京セラで打ったのは逆方向にね、超えてたやつ。堅直で。キュンキュン。若き剣や勇気なき決意、そこ知れぬ覇気が力となる果てなき。おーおい、逆方向、いいよ、いい、いい逆方向、いい逆方向。ファール。逆方向にぶち込め。チュルチュル。あと4本くらいホームラン打ってもらわないと。大体3回そのくらい。うん。でもね、若月当たれば飛ぶんですよね。もともとスラッカーに見たもんね。そう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 。
おお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 おあると思った。ほんまに見たい。あると。マジで逆方向打ちよった。すげえ。今トイレから出てこれなくなった。マジで打ちよった。すげえ。びっくりするわ。もうバーニン勝ちロス。マジで打ちよった。こうなったらいいなって理想が現実になった。いや今のは予言者や。予言者、予言者やな。予言者合輪よ。クソ試合だ。あの西井の幕が偉いだじゃないですか。よく予感してたの。いや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 。いやー4点差ひっくり返したよ。でかい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 。間違いねえよ。そしてギータチャンネルのコメ欄も荒れるよ。いやーでーこれあのマルティレスの入らずね。ほんとや。若槻は入るよ。ほんとや。サコハラさんあれです。モレル何としても若槻ザリハシグレ。いやちょっとあのラブコール持ってきますわ。でもハムが負けたことで喜んでるコメ欄の人もいます。はい、こちらの方々です。ソルトバンクの。いや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 。言い混じってオリックスが勝って嘆く高ファンが今ハムが負けて喜ぶ高ファンもいる。カオス。ねえでしょ。いやでこうなんの。行ったと思う。そんなここここにしてもらいたい。カネ。なんでそうなの。なんでそうなの。いや、当たれば飛ぶんやて。右打ち、また右打ち。確信歩きやん。去年のハム戦も右打ちのさよならだ。当たれば飛ぶんよ。なんだお前。あー、新庄、新庄、ゴミ箱蹴んなよ。セルバトルキック。いやでかいな。初回序盤4点取られて勝てるやな。あブルペンデーでね、来た日間違えたかなって思った。余裕で見てられると思ったのに今日一瞬でブルペンで。やっぱ最後に静電チャージの口でかかったな。いやいや2回でやっぱ3点がでかいわ。2回の3点が。いやー、やば。いやいやいや、しょ、4点差ひっくり返すのすごいな。今日村上も打ってますよね。あ、村上打ってるか。やっぱ村上と同じぐらい打つんですよ。若槻は。奥さんに言われてるから。村上より打てる。ソフトバンク入っちゃうのはどういうこと。あ、でも1点入る。いや、2アウトだ。じゃあ最後も増田劇場で。セーブシチュエーション作ったけどでしょ、これ。そうか。なんでアリマルが入らないと若槻のが入るねん。さっきギーダのサヨナラホームランの瞬間。だいぶ9回に次ギーダの昇天するだろ。ビッグボスはなしや言うてんねんとは言わないやろな。明日誰だピッチャー。サチヤ。そうです、サチヤとポンセ。サチヤポンセ。ポンセか。難しいね。ポンセ久しぶりに聞いた。あの西武戦の頓宮のサヨナラ現地すんごい喜んだね。今日も同じくらい喜んだよ。いやいやびっくりしたよ。まさか打つとは。ね、こうなったらいいなって言ってたら、うん、一番理想的な展開に。
え、ゆうこ行くんすか。ソウルフード。18貯金そうや去年そんな行ってないですよ、ね、行ってないです15くらいだったね14くらいもう去年より貯金稼いでるんや、ね、あ、やっぱクレバイシュかこれ見たよクレバイシュ同点だと決勝最後、あ、クレバイシュか同点だ同点がクレバイシュすごいねどうし大丈夫に言ってる、いやいや去年若月がね2ホーマー打った時はねえ、ま、マジかよみたいな反応やったけど俺今回信じとったよちゃんと今回信じてたよ若月勝ち投手はワーニンかそうっす2勝いやーワーニンさすがやアリエルの入らんでよかったなマジあれそうなんだよ同じライトフライで結果が分かれたそうあれ渡辺の取り方も危なかったしなあれなフォローにもありますからそうそうそういやほんまに全てがうまく回った結果よこれがシュンチェルがかっこよく取ったのにあれシュンチェルあの2021の優勝あの 最終戦かツーランスクイズの後の裏の瞬間ギータとホークスの試合見ません多分俺が今そっちのチャット欄行ったら多分めちゃくちゃチャット欄荒れると思うからやめときますやめときますめちゃくちゃ荒れると思うからいやいや実質ね渡辺もようやってくれたよじゃ配信じゃあこの、ね、勝利の余韻に浸りたいところですがそろそろ終わりにしたいと思いますありがとうございましたお疲れでしたお疲れ様でした